にちは、小林明子です。今回はここだけの話ということで、はい、ちょっとざっくばらんに皆さんからいただいている質問などについてご対応していきたいと思いますけども、よろしいでしょうか。はい、お願いします、はい、まず最初に、便秘解消のために朝起きてオリーブオイルをスプーン1杯飲むといいとお話しされていたんですが、先生、アマニオイルとか MCT オイルとかでも効果は同じでしょうかというふうに来てます。まあ、一緒ですね、うん。まあ、つまり腸の中の粘膜のところをコーティングして滑りやすくするっていうのがメインなんで、あ、はい、まあ、成分はね、いろいろ皆さんお好きなものもあると思うんで、まあ、オイルを飲むってことが重要なんで、はい、まあ、そういうものでいいんじゃないんですかね。ね、オイルにすごくこだわって凝ってらっしゃって、すごく知識も多い方もねいらっしゃいますから、その時の体調に合わせて、例えば抗酸化を狙いたいんでアマニオイルとかグレープシードオイルとかアボカドオイルとか、そういうんですかね、なんかいろんな、はい、まあいろいろ楽しまれた方がいいと思いますので、そのオイルという意味でなるべく質のいいものを取っていただければということが答えになりそうです。よろしくお願いします。はいはい、いつもためになる情報ありがとうございます。先生にお願いがあります。パニック障害の改善方法があったら教えてください。苦しみから解放されたいですっていうふうに来ているんですが、なかなか難しい質問なんですけれども、パニック障害の方の自律神経のデータっていうのは交感神経だけが跳ね上がって副交感神経がほとんどないんですね、うん、だから副交感神経を上げてあげるとパニックの状態がちょっと収まる。そのためにはやっぱり呼吸ですよね。よく我々が提唱している1対2の呼吸、3秒鼻から吸って6秒吐く、こういうものとか、あとタッピングですね、こういう一定のタッピングをやるっていうのも一つの方法で、まあ、それで改善するかどうかわからないんですけれども、試してみる価値はあると思います。うん、私も一回ワシントンからの帰りの飛行機でパニックを初めて経験して、それだけ一回なんですけど、はい、うん、自分で呼吸をしたくてもうまくできない、うん、やっぱりその時に先生の1対2の呼吸を思い出して、それしかできることがないし、ですね、ひたすらその落ち着いて1対2を意識してやっていたら、うん、まあ、やがて多分数分だったと思うんですけど、うん、症状が変わっていったということがあるんで、やっぱり呼吸とかそのタッピングですね、これはいろんなところでできると思うのでやっていただければと思います。はい、最近キウイのことを先生が話してからすごく反応をいただきまして、うん、すぐできることなんで早速試してみますとか、あとたまたま安かったんでいっぱい買っていたら結構肌の調子も良かったし、いろいろ体調が良くなったんで良かったですっていう人がいるんですけども、キウイね、すごく人気。我々が案外と研究もして、1日2つですかね、食べるようにしててやってると肌の質も良くなったりっていう結果を出してましたね。うんうん、やっぱり食物繊維とビタミン C、まあ、そういうものでそうなるんじゃないかなと思いますね。ね、カメラマンの方も一生懸命皮付きで、ひろゆき先生のおすすめで皮付きのキウイを食べて意外と慣れてきて美味しくなったっておっしゃってますが、そういう方もねコメントいっぱいいただいてますが、うん、やっぱりちょっと皮ごとというと農薬は気になりますので、しっかり洗っていただくなり、うん、農薬を落とす専門の洗浄剤みたいなものもあるようなんで、うん、そういうもので皮ごと何かを食べるときはよく洗っていただければと思います。あと悩んでる方が多分ひろゆき先生の YouTube を見てなんか救われた部分があったのか、小林先生が神様に見えてきました神様に見えてくるとちょっと
だいぶあっちの方に近くなって、ちょっと危険ですね。そうですね。ありがたいけどね。まあありがたいですね。ありがたいです。まあでも、まあこういう YouTube ってあれなんですけれども、やっぱり外来にかかれない方とかね、遠方でね、うん、まあ、そういう方たちが、まあ、本当に簡単に見れて、まあ、ちょっと利用していただいて、その中でちょっとでも改善する方向に行けば、それでいいんじゃないかなと思うんで。そうですね。あとはやっぱりこう呼吸とかについては、いつも聞いても知っているとは思っていても、やっぱり聞いて改めて意識するというか、呼吸が浅いのを忘れていて気づいてないっていう方がいるんで、やっぱり結構この YouTube でももう知ってらっしゃるかなということをお話ししたりしますけど、改めてそれを聞かれて意識されているようなんで、うん、続けていった方がいいかもしれないですね。そうですね。だからやっぱりよくこういう呼吸の指導させていただくときに言うんですけども、決めた方がいいですよね。起きてから1分間とか寝る前の3分間とか、もう決めて、その時間はもう呼吸だけのことをやるっていうふうにやる、もしくは会社を帰る前の3分間とか、それをやってから会社を出るとかですね、タイムカードを押すとか、そういうルール作りをしておくと呼吸もできるようになるんでいいと思いますね。半端なく自律神経がやられてしまって、毎日死にたいと思っているぐらいきつかったらしいんです、うん、で小林先生にも診察受けたいと思ってたけど、その気力もなくなっていて、そんな中でこの講座を知られ、うん、お知りになったらしくて、毎日聞くようにして内容がすんなり入ってきまして、すごくいい感じになってきたんで、これからも続けてください、感謝してますっていう、お知らせというかメッセージをいただきました。いや、ありがとうございます、うん、まあ、ありがたいですね。ねえ、まあ、いろんな医療ってあって、 もちろん対面でね、やる医療、検査をしてやる医療、手術をしてやる医療っていうのもあるんですけども、まあやっぱりその経験からくるもので、ちょっと利用してそれでちょっとでも改善する方向へ行けばね、まあ、それが一番幸せかなとも思いますんで、うん、ぜひ試してみてください。そうですね。なんかやっぱり完璧な人はいなくて、私たちもねテレビに出てる方とかも診察させていただくけど、こうキラキラキラってもう何の欠点もないというか、元気そうに見える方でもそれぞれ健康のね不安を抱えていたり、うん、まあ、私はひろゆき先生だってこういろいろ疲れてしまっていたりとか、体調が悪い時ももちろんあるので、うん、それは皆さん一緒ですから、自分だけがこう体力がないんじゃないかとか、体が弱くて病気がちなんじゃないかというふうに思わずにね、自信を持ってほしいですよね。そうですね、はい、やっぱり一番重要なのって自信を持つことだと思いますよ。いろんなね今情報が入ってくるんで、不安にしかならなくなってしまうんですね。だから自分で自信を持ってこれでやっていこうって決めたら、それでやっていくとなんとなく道が開けてくると思います。正解は一つではないんで、いろんな正解があるんで、その中から一つでもね本当にたどり着けば、もうそれがもう大正解ですんでね、その辺を考えていただくといいかなと思いますね。はい、またねコメントを取り上げさせていただきたいと思いますので、はい、ぜひお寄せください、はい、いつもありがとうございます。今日の話が良かったと思う方は、いいねボタンとチャンネル登録よろしくお願いします。